稲川花火大会は、毎年8月中旬に、大阪府池田市及び、兵庫県川西市の稲川流域で開催される、花火大会である。稲川を挟み、大阪府池田市と兵庫県川西市が協力して、稲川花火大会開催委員会が企業などからの寄付によって、毎年8月第3土曜日に、稲川河川敷で開催される。 例年、約4000発の花火が打ち上げられる。花火大会の実行主体は、池田市と川西市が共同で設立した、稲川花火大会開催委員会が行っている。稲川花火大会は、戦後間もない1949年に、稲川に感謝を捧げる、水の祭典として数百発の打ち上げ早打ち、自家計花火を実施したことが起源である。当時の新聞報道によると、 京阪神各地からの来場客数は約10万人とされており、その人気ぶりが伺える。稲川花火大会開催委員会が企業などからの寄付によって毎年開催している。2019年は台風10号に伴う夜大雨の影響で8月17日と18日の予備日順延を含め取りやめとなった。2020年の第72回大会は 東京オリンピックパラリンピックに多数の警備員が動員され、本、花火大会の実施に必要な警備員が確保できないために中止された。さらに2021年も中止。当日は周辺地域に交通規制が行われ、阪神高速池田線、5月山ドライブウェイも花火、打ち上げ時には通行止めとなるため、車でのアクセスはできない。路線バスも、 周辺道路混雑のため一部運休となる。また、最寄り駅である阪急池田駅では、臨時列車が運行されることがある。ありがとうございます。